いつ散歩してる。閉館？閉館って入ってるか。火曜日はお休みで入ってるか。靴は脱いでいかんとでしょうか。すいません。出てこんじゃないか。入り口。カフェか。カフェだった。こっちカフェか。これすごいね、広いね。広いわ、これは。これ広いわ。
白い。2、4、6、8、10錠か。10錠か。この飲み物だけですか？飲み物とケーキだけですかね、はい、そうか、お腹すきました。そうカフェ愛犬というか会場だけにさ、食べ物はなかったですよね、はい、食事はないんだって。食事はない。いやこれ広いけど、びっくりするぐらい広いけど、展示室1、2択と。出てこい。出てこねえ。順路です。ここでランチをいただきましょうかね。ちょうどいいぐらい。テーブルがある。
今は綺麗やけどね。今は綺麗やけどとか。私は横から撮ります。エレベーターかこれね。よっしゃ、いや広いわ。一緒にずっと行こうか。
カメラは気にしてかったんで。これも食べてください。現代の現代国民、現代国
ズさん、着いたの？バカじゃねえ。着きましたよ。やっと着きました。長い棒です。しずさんが大好きな長い棒。今度月仕事までもいるぜ。力士がしずさんのところは、どこか、この辺ぐらいか、この辺ぐらいか。資料館だね。そう、資料館ずーっと来たのよ。ここまで怖いじゃない。怖いじゃないよ。昆布が叫びんでる。これは違う。さっきの塩だった。さっきの塩？これ塩を入れるもの。これ塩を入れるもの。え？ああ、港で。塩って書いてないよ。醤油って書いてある。醤油瓶って書いてある。醤油瓶来た時だよ。え、来た時おいしいらん。来た時、来た時見てらん。物かと思ったら、もう売れないみたいな。作り物、偽物、これ作り物、がっかり、がっかりやった。港って行った時、港、港？港？運んで積んで、全国よこれりました。北海道沖縄まで全国津々浦まで続けられましたって書いてあるよ。これ陶器の町だから。塩、お、塩？湖？湖？どこに湖って言うの？湖も言うところもない。誰かバカなんだ。し、ワン。あ、港を、ワン。あ、ワンか。港。
バンでない、港って書いてある。港。陶器の町だから。陶器の町。あとで言うてください。あ、太鼓もこれ祭りからうんだ。この多分祭りはね、面白い祭りなんだよ。これ人形をかぶって、あの大竹さらく、ほら、トラみたいなやつをかぶって、こうやって祭り、神社なんかで、おにぎ、うん。ほら、めん、怖い。なんて読む？何を？風流。いや、何を？何を？へえ、この祭りよかったね、面白かった。これぜひ撮りたいけどね、こういうやつ。10月頃かな。ここいるところ、ミュージアム略して何とか資料館って書いてあったけどね、正式な名前は。昨日オープンしたの。昨日オープン。多分ね、熱に乗っとるよ。見たもん。縮小しても。まだご飯食べてない。ここね、飲み物しかなかった。ケーキと。お、ハサミ選手のほら。あ、続き聞くね。もう終わりや。まだ時間あるんだけど、見るところが。たくさん優勝したところよ。ベスト8は優勝したところですか。ここ優勝戦やった。江戸時代前後後期写真撮るのもめんどくさい。1箇所に2箇所を撮ったらダメのところになったね、写真。撮影は OK って。ああ、広いやろ、広い。ほら、昔の終わるばい。終わるから一回切るか。一回thank you.
ぱ広いよ。ほら。ここ広いから。相当。私の先祖が来てました。杖を持ってました。私の先祖が。先祖はこういう顔でした。何のこと取るよ。優勝。明日の師匠の父親の。あそう。見えてかな。どうかな。どうしようかな。歴史。この皿、困ってもそうやね。切ればね、残ってるそのまま。何？焼き？ハサミ？東京の街だからここ。東京の街がいっぱいあるよ。焼くところが。この街は。東京市とかあるでしょ。東京市。ゴールデンウィークの。ハサミ焼き。そうなの。ハサミ使ってる、ハサミ。ほらほら。以前、ハサミ、陶器、窯跡がここにあるそうです。ここに。まだ行く。今日は行ききらん。そこまでは。時間ない。腹も減ったし。終わりか。ここで終わりか。焼き物全部。ラムソトの足って。ラムソトって何？知らないんだけど。
これ錆びてんの。錆びてる。徹夜もこれ。制動、バグルマ。あ、バシャった。バシャの車。どうかな。どうかな。どうかな。よっしゃ、終わり。青サビね。何を？これ欲しい？三上先生って誰？上海シルクロード東西交流のラサナ経験貿易の当時の歴史これです。玄関も広いよ。そう。もうカフェだから。こっちカフェ。さっき行ってきたところ。トイレ行きなさい。はい。トイレに行ってくる。それで箱根になってるね。これ小さい池。私の足に合う。
自分はないの。こっちついてあるよ。こっちついてあるね。広いと思ったら。Gracias.